雪がパラパラと舞う2月上旬。ここ東御市 GMO アスリーツパーク湯の丸に集まっていたのは、競泳の国内トップレベルの選手たち。7月の世界選手権などを見据え、強化合宿を行っていたのです。スキー場の真横にあるここ GMO アスリーツパーク湯の丸は、標高1700メートルを超えており、酸素濃度が平地のおよそ 80% ほどしかありません。この環境での練習が持久力のトレーニングなどに効果的だといいます。合宿に参加した選手に話を聞いてみると、やっぱりここで泳ぐ200の平泳ぎはめちゃくちゃきついので、そういうのに体もしっかり耐えたら、レースもだいぶ楽になる。この日は背泳ぎやバタフライ、個人メドレーの選手らが練習を行っていました。国内トップアスリートが集まるとあって、取材のために報道陣もずらり。取材が許可されたこの日は、軽い調整メニューがメインでしたが、場合によってはギリギリまで泳ぎ込む日もあるといいます。コーチでの追い込みの練習がレースにも生きてくると選手は話します。やっぱり200の中だと最後の50だったり、ターン後の一かけ一蹴りとかで苦しいところを耐えたらレースですごく楽に感じると思うので、なるべくこのレースをイメージした時にうまく泳げるように、ここでしっかり潰れながらも追い込めたらいいなと思います。世界選手権や五輪への出場を見据える国内トップレベルの選手がトレーニングを積む GMO アスリーツパーク湯の丸。東御の新しい施設がアスリートの活躍を支えています。